来週の音侍来週です。阿部です。はいはい、2人ですけども、はい、あとは後で来る、合流するかも途中から。そうですね。ちょっとさっきまで今井で野球見てて、ちょっと、うん、ちょっと今井が野球見たすぎてラジオ撮り始めるって言ったら機嫌悪くなっちゃった。どっか行っちゃったし。ラジオまあ出たのはいいんかな。それもようわからんし。そうやな、なんでラジオやりたくないのかあんまりようわからん。てかあいつその降りて喋るんが嫌なんやと思う、普通に。うん、普段通り喋るのかな。そうそう、恥ずかしいんやと思う。そうかな、別にスイッチ入れて喋ったらよくない。そうやな。ほんでなんかこの前ラジオ撮った時さ、うん、今あんま喋ってなかったやん、うん、でもさラジオ回ってなかったらめっちゃ喋るやんか、うん、オンで喋ってるやん、うん、あれやってくれたら別に用ない。いやだからそれをがはずいってこと。ラジオの前ではやりたくないんやろ。あー、なんでなんやろ。わかる。 YouTube ライブやってた頃はだってめっちゃおもろいこと言ってたわけやもんな。だどっかでそのなんかもうこれ違うなって思ったんじゃん。客の前でふざけるのはもうなんか。どういうこと？わからんけど。いやでもそうとしか考えられへん。客の前でふざけようや。いやそうやで。客の前でこそふざけようや。いやだからなんかようわからん。謎やで。なんでなんやろうな。そう。でさっき3人で野球見てて、俺はもうラジオ撮りたいから、うん、てかもう今日しか集まられへんから、うん、京都なんともラジオ出されへんから。そうやな。毎週月曜に出さなあかんわけやしな。で撮影もあるから。うん、ラジオ撮るでって言って、うん、あと一人だけ見よう、うん、でそいつがヒット打って、うん、じゃあヒット打ったからもうやるでって言って、うん、今井撮らへんのやったらなんかどっかで待っといてって言って、うん、たらなんかちょっと怒っちゃって、まあ、俺もちょっと怒ってたけど、まあそうやな、怒らんといてあげてほしいな。いやでもその撮影するから撮影で集まってるから今日。いやまあまあそうやけど、野球で集まってたらそれはええけど、うん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 、いやまあまあ難しい。いやでもやっぱそう、じゃあそんな阪神タイガースがやっぱ最優先やんか。でもあいつはダゾーンに入ってないよ。じゃあこれ、ね、俺はダゾーンに入ってる。これが意味わからないんですよ、うん、これが意味わからなくて、うん、壁家にはダゾーンがあるんですよね、うん、野球を見れるアプリ月3000円とかするのかな。そうやな、年間3万円するな、年間パックで。でもまあ野球好きやったらそれぐらいはまあ入るやん。俺もそんな見てないけど入ってるよ。うん、で今井はなんか入ってない、なんでか知らんけど、うん、結構俺勧めてんねんな、ダゾン入ったらって野球めっちゃ見れるでって。でなんかその今から撮るでって言ったら、うん、じゃあ俺イヤホンさして野球見といていい、うん、いやそれは意味さすがに。だって、まあ、2人がラジオ撮ってて1人イヤホンして野球見てたら変やろ。てか俺のテレビにイヤホンなんかさすとこないぞ。まあまあまあ探してあるんかもな、もしかしたらなんか後ろにあんのか。すっごい近い距離で野球部。そうやね。そんな長いよ、長いイヤホンあんの。あとなんであいつは有線のイヤホンを持ってんねんっていうのも意味わからんし、うん、いやなんやろイヤホンさすとこなんて、そんな風にできてない。いやそのだから2人がラジオを収録してる横で、うん、野球見るのって普通はさ、まあまあまあ、ストレスやん。その俺が今井やったら、うん、俺が今井やったら、うん、そのめんどいというか、それやったらもう集中して自分一人で野球見たい、うんし、なんかまあ黙とか仲間気やし見てて、いやそうやそうやんな、うん、よっしゃとか言えへんもんな、言いづらいし、うん、でもそのダゾーンには入りたくないっていう。金ないんかな。いやあるやろ別に、月3000ぐらいはあるよな。それはだってまあ優先だって、野球が一番優先やねんから。うん、いやそうやな、うん、今友達よりも YouTube よりもそう阪神タイガースを優先しようとしたってことは、そう野球が一番、阪神タイガースが一番やんな。そう、しかも俺なこれな、それずっと思ってんねんけどな、うん、今言ってな、うん、野球好きじゃないねん。なんの。いや阪神タイガースが好きやん。いやいやそうやな、これな俺な納得いかんくて。その阪神タイガースのファンというのは阪神タイガースが一番であるべきみたいな持論を持ってるやんか今言って。そうやな、あいつはそこに対してなんかこう、それこそが阪神ファンみたいな、元からそう思ってるっていうのもあるやろうけど、うん、ちょっとその寄せに行ってるとこもあるかもな、自分の中の阪神ファン像みたいな。乗っ取られてんのかな。乗っ取られてない阪神ファンの自分の阪神ファン像に。いやーでもあいつ乗っ取られてんのか、支配されてんのかな。どこ歩くんだよ、なんかその入るというか、結構入るな確かに、その演じるよ。そうそう、うん、そのだから男尊女卑入ったりするときあるやん。まああるな、岸和田入るときとかもあるし、うん、
で、そのどれがほんまで言ってるのかは全然わからんよ。いやでもな、結構結構よ。だってヌートバー応援してなかったんやで。そうやな、珍しいな。うん、 WBC で日本代表応援できてないねんもん。打つなって思ったらしいからな、うん、村上とかは。うん、でヌートバー、村上に関してはそのシーズン入ってから感覚取り戻して活躍してほしくないからずっと打たんといてほしいって思ってたし、ヌートバーはヌートバーがおらんかったら近本が WBC 行けたのに、そうやな、行けへんかったからっていうのでヌートバーを応援してる。じゃあなんでダゾーンに入ってないの？そうやな、だってそんなに好きな阪神タイガースのさ、そうやね、一球一球をさ、うん、まあ最悪その試合中はなんかそのそれ言ったらなんか、うん、それ仕事してて家におらんからみたいな。うん、いやおれよ家に。うん、それかその追っかけで見てもよくない？うん、追っかけで見ても謎の生態やな。でな、これな、ほんま俺の親父もな、軽度の今いないの。軽度の今いその、うん、ステージ1、野球より阪神の方が上やねん。うん、俺はだからその意味わからんけどな、野球原理主義者というか。まあまあまあ、そうやな、向こうは阪神原理主義者やけど、うん、野球があって、いや、そりゃそうや、阪神タイガースがあるから、そりゃそうやそりゃそうよ。まず阪神ファンの前に野球ファンであるべきやと思ってんねんけど。そりゃそうよ。なんかな、阪神ファンってな、岡田監督なって思った。そりゃそうよ、うん、そりゃもうあれよ、おお、そりゃそうよ。はぁ、阪神ファンっていうのはな、そういうとこがあんのよな。おお、なんなんやろな、わからん。だからオールスターとかもさ、いや、そうやで、は全部阪神の選手になるわけやん。おかしいです。あの、あれ阪神ファンだけがそうやからそうなんね。オールスターで、そう、阪神の選手に全員阪神ファンが投票しちゃって、うん、だ他球団のファンはさ、球団の前に野球が好きやから、オールスターがそんなめちゃくちゃなことになってほしくないから、うん、活躍してる選手に入れるわけやん。今オールスターはそう、めちゃくちゃなことになって、ファン投票1位が各ポジションで選ばれるんやけど、全ポジション阪神の選手選ばれちゃって打率1割の選手とか、うん、2軍落ちてる選手とかもオールスター選ばれちゃった。うん、これどうにかせんなんか難しいな。でもそれほんまに阪神ファンが全員心を入れ替えるべきやと思う俺は。なんかでも阪神ファンってそれがかっこいいと思ってるよな。うん、そうやね、かっこよくないね。かっこよくないよな。うん、なんなんやろな、それその道具を大事にできてないみたいなことや、野球で言うと。うん、野球で言っちゃったあんま良くないかもな。グローブを大事にできてないみたいなことか。だからさ、いや、もうそうそう、まず大前提となるあれがなってないよって、うん、まずは野球があってこそないからと思うけどな。うん、だからさ、俺はなんかその昔その中学生の時とかかな、なんか荒木と井端が好きで俺は、うん、あの中日ドラゴンズのセカンドとショートを守ってた荒木と井端のファインプレー集を見て、うん、すごいなーって思ってたんやけど、うん、それをお父さんに言ったら、そのなんか、いや、阪神の選手以外は興味ないねん、みたいな。あー、別にええわ、みたいな。その話してくんな、みたいな。うん。うまない、みたいな。うまいけど、まあ、それめっちゃ今いやん。うん、そうやねん。今いもな、うん、その、さっきもな、うん、気分悪い、みたいな。近本は一郎超えるって言ってたもんな。うん。超えへんなんで超えるかは教えてくれんかったけど。うん。超えるって言ってた。うん、そのだから理屈がなくなるのが楽しいんかな。理屈ないことを言うのが楽しいんじゃん。ああ、もうその阪神ファンすぎるっていうのに入ることで、そうそうそう、普段の生活では理屈があることしか言えへんから。言えへんけど、会社とかになると。お前のお父さんとかもそんな言うようなタイプじゃないやん。うまない、気分悪いとか言わへんやん。うん、だってめちゃくちゃ理屈っぽいしねんから。今だってあれやろ、親父なんてツイッターでドラマの考察してるやろ。うん、そんなやつ、うん、理屈大好きやん、うん、ドラマの伏線考察してんねんから。そう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 、それがやっぱそのあれちゃう。だからほんま東野圭吾の白夜行を読んで、なんか掲示板に書き込んだら考察すごすぎて東野圭吾本人現れたって言われたんだから。いや、その話なんとかまだ置いてるその話。うん、おもろ。うん、ぐらい考察中やねんけど。いや、本人そんな細かく掲示板で説明するの？東野圭吾忙しいから、うん、いや、そのぐらいのそのが理論家やねんけど、がその自分を捨てられるっていうことやねん。ああ、そうなんかな、やっぱり。だからもう自分が正しくないっていうのは分かってんねんけど。分かってて言ってるやろ、さすがに。だって
理屈ないねんもん。うん、ないねん。理屈出してって言われたらないねんもん。通ってない。だからその、普段真面目な人ほど、うん、お酒好きやったりするやん。はいはいはい。で、酔っ払って、絡んだりとか、泣いたりとかするのがストレス解消みたいな人って、はいはいはい。みたいなことなんじゃない？なるほどな。今井はやっぱ普段からさ、ロジカルやん。どこがやねん！どこがやねん！俺のお父さんには当てはまったよ。今の理論。今井はそんなことない。全部阪神ファンみたいな感じで喋るからな。そうやな。てか何が楽しいんやろ、阪神応援してて。俺それも思ってまう。え？カベスは、お前はでもヤクルト応援して楽しいんちゃう？いや楽しいよ。だから阪神ファンをやめて、俺は。阪神ファン、もともと大阪おったらさ、家族みんな阪神応援してるやん。うん、まあそうやな、うん。俺はだから大学入って意識的にもう阪神応援するのやめたんや。うんうんうん。なんでかっていうとストレス溜まるから。なんで？弱いから？弱いし。いやいやいや。でもその、ヤクルトが最下位になった年から、ヤクルトを応援し始めたやろ。1年目応援したのが高津政権1年目か2年目かで最下位やって、うん、2年目3年目優勝、うん、で今年まあ最下位やけど、まあまあそういうこともあるからっていう、その阪神タイガースってな、うん、なんか応援しててそのストレスたまらん。でたまるよ。現れては消えてるだけやん、ずっとその期待されてる選手が、うん、やし、なんかそのずっとファンに潰されてってるのを見なあかんやん、その期待の若手とかが、飛び抜けた大物はおらんっていう。ずっとずっとな。10年ぐらいそうちゃう。うん。ずっと続いてて。で、なんか糸井とかさ。ほんで、だから優勝はできひん。糸井とか西勇輝とかで補充してるわけやん、そこ、うん、その。だからずっと A クラスにおるのよ。その3位以上におんのに、優勝はできひん。そうやねんな、そのやっぱ生え抜きのスターおらんのかな。うん。おらんっていうか、その、おりそうにはなるやん、ほんで。うん。まあ、今、近本とかおるからまだあれやん。まあ、近本、大山、佐藤輝明。でも佐藤輝明2軍落ちたりするやん。そう、しんどいねんな。しんどいよな。あうん、しんどいよな。しんどい。優勝戦士、うん。何が一番嬉しかった？でも諦めきれへん。諦めきれへんねや。俺はもう切り捨てたからな、役に。いや、これは切り捨てられへん。今ずっと応援してきて、うん、でこれでファンを辞めて他球団のファンになって優勝したらどうすんの？嬉しい。めっちゃ嫌やん、自分が阪神応援しといたらよかったって思いたくないんや、うん、ずーっと応援してきたのに。俺らの幼少期のな、その2005年優勝2003年優勝の残像が残ってるからな。うん、そうやな。物心ついた時ぐらいに優勝したから、一番強かったからな、うん、金本が骨折しながらヒット打ったりとかして、うん、やっぱ物心ついた時の虎をやっぱまだずっと虎やと思ってるって。虎やと思ってる。うん、あの時は虎やったからな。うん、そうか、難しいね野球。俺最近サッカー でっかい猫ぐらいやけど。でっかい猫ぐらいかな、うん、ずっとホームラン打ってる人おらんしな。そうやな。まあ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 、そのうん、でも野球めっちゃ見てるな。見てる。うん。どれぐらい見てる？ほぼほぼ毎日見てるな。いや、お前めっちゃ見てるやん、うん、お前さ、うん、じゃあ俺ちょ、もうだって先生主のラジオでさ、うん、なんか社会人はうん、すごい忙しいよみたいなコメントでもさ、やっぱ、うん、なんでベテランちゃん社会人頑張ってるの褒めないんだみたいな、うん、めっちゃ来てて、うん、いやそうやんな、野球とか見てるよ。忙しながら見てる。毎日見てるの？まあ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 、毎日ではないけど見れるとき大体見てるな。まあ仕事終わって帰ってこれたら見てる。うん、だって3時間やろ。うん、見てんねや。ダラ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 。うん、野球のトークはある？野球のトーク？プロ野球見てますってトークはある？そうやな。でもそれもないよな。ないな、だって野球ってないかも。うん、俺も今週でもなんで野球を見てるか分かってきて。分かってきた。うん、うん、おっさんって野球好きやんか、野球ってほんま何も考えずに見れんの。ああそうやな、楽やからやで絶対。うん、だからおっさんってやっぱ野球好きなんやなっていう、目離してもいいしな、何やったら。うん、ボール会社から瞬間だけ見たらいいからな。そうやね、映画2時間見んのと野球2時間見んのとは全然違うやん。ほんまに8割ぐらいスマホいじれるからな、野球って、うん、まずだって何もしない時間がいっぱいあるからな、うん、いや野球サッカーってさ、うん、90分ずっとなんかはしてるやん。気張っとかなあかんねん、やる方も見る方も、うん、うん、目離したらなんか全然ちゃうとこにボールいってるやん。野球ってのはほんまに目離しててもいいねんな。いやそうやねん、それってのはほんますごいと思う。
投げて打ってっていう時間がちょっとしかないもんな。あれほんま、あとはなんかもう10秒、15秒ぐらいなんか、1球も投げへんやん。ピッチャーがもう、キャッチャーの方を見て、うんうんって言って。そう。投げる準備して。1回バッターが外出たりとか。うん。これが15秒あるんで。15秒あったらツイート5個ぐらい見れるからな。そうやな、うん、長さにもよるけど、うん、下手したら15個見れる、うん、YouTube で全投球ハイライトみたいなさ、うん、誰々投手の全球ハイライトキュッてなるで、そう5分ぐらいで終わる時あるからな、ほんまに、うん、先発ピッチャー、ファストベースボールな、いやそうやねん、ファストベースボール見た方がええで、いやだからなそれはでもほんまに YouTube とかでもそれあってやっぱ、うん、思んないけど毎日見れるコンテンツの方がやっぱ強いっていう、うんそうやね、頭使って見なあかんやろ、下手に面白いことしたら、そう、来週とかはそう集中してみる、下手に面白いことしてるわ俺ら、いやそれ俺ずっと言ってる、もっとダラダラ思んないことしよう、ああだからこの俺ら野球ぐらい思んないことしようや、このラジオも、うん、ダラダラ、まあ、このラジオは比較的いいと思うけどな、それもうこのラジオはさ、もう今からさ、その球種とさコースとさ、うん、打席結果だけ言うことにしようや、1時間15秒に1回だけ、15秒に1回外角低めストレートって、いやそれはいいんやから、それでお前が違う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 見逃しって違う違う違う、また15秒待って、まあ、それほんまにそういう時代あってほんでいや違うねんけどな、ん野球はその、うん、ピークの時にめっちゃすごいこと起きるから、ビューンって球投げたり、うんうん、ビューンってホームラン打ったりするその波の高い部分がめっちゃあるからええねん、おうおうおう、今のラジオでそれやったらそのずっと低いとこにあって、うん、クッてちょっとだけその上がり幅が狭すぎてその起伏になってないね、おう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 、そのわかる、じゃあ急に面白いこと言わなかった、そう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 、野球のやつそれしんどいな、それしんどいよ、じゃあサッカーぐらいのトークした方がいいの方がしんやし、ほんで別にその15秒に1回球種を言うっていうので野球を見てる時代もあってなんと、まあそうやな、テレビがない時代は、うん、野球をラジオで聞いて、うん、打った打った、外角低めライト前に転がっていきますライトがキャッチしてボールをホームに返すが間に合わない、さよならみたいなのを聞いて喜んでる時代もあって、うん、っていう中に2個ある、うん、ほんで今逆にラジオより弱いプロ野球速報を10分ぐらい見てる時もある、あるな、ほんまに外角低めストレート、そうやな、アプリっていう情報とスポーツナビやろ、うん、そう野球速報ストライクとか、たまになんかピッチャー警戒するみたいな、ある走者を警戒するみたいな、あの監督一行でちょっと面白いこと言ってくる、監督呆れ顔とかベンチ大喜びとか書いてるやつやろそう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 、あのそれで、うん、今井はそれずっと見てる、うんで言うと、うん、かといってさ、うん、今井と別になんか、うん、配球の話で盛り上がったりとかするわけじゃないねん、うん、俺は結構そのここにさっきの打席でフォークいっぱい投げてたから次の打席ではなんか攻め方変えてストレート投げたり、うん、スライダー投げたり、なんか1巡目はスライダー温存してたのに、うん、2巡目から急にスライダー増えてきたなみたい なそういう配球を見て楽しんでるけど別にそうでもない、いやそうや、だからプロ野球速報はほんまに一番見んでもいい今井は、でもな違うねん、だからなその普通にゲームやと思って楽しんでない、あいつこの前俺動画でサンリオピューロランド行ってさ今井と、うん、今井とパチンコしてんけどさ、うん、今井がパチンコしてるとき今井のパチンコってさパトランプモードっていうさ、うん、変なモードでやってて、うん、普通パチンコって演出が流れて、うん、この演出やったら 60% とか、うん、この演出 5% とかを一喜一憂して、うん、最後バコーンって赤く光ったら 100% とかで、うん、来た 100% の演出引いたとかのこの起伏を楽しむやん、はい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 、うん、でも今井 が脳汁が出んねやんな、 それ普通はそうやねんけど、うん、今井はパトランプモードって言ってて、うん、パトランプモードっていうのは右下にパトランプっていうのがあって、うん、ここが数字がポーンって出んねん、うん、で例えば40って出たら、うん、100分の40でかなり熱くて、うん、で一回この真ん中のボタンを押したら40が39に変ね、うん、でポン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 って押してバーって減ってってゼロになったら外れ、うん、だからその元ある演出の、うん、数値化したやつが右下にパトランプとして出てる状態というか、うん、で今井はわざわざそのパチンコ行って、うん、そのパトランプモードにして右下しか見てない、ね、うん、え、めっちゃ理系やん、そうで5が出て、うん、5、4、3、2パコーンって光ったらその
普通は、うん、いろんな演出が鳴った後に真ん中で赤くバーンって光って気づくんやけど、それよりも早く右下のパトランプがもう教えてくれんねん、うん、確定って、はいはいはい、っていうのでやってんねん、あいつはパチンコ。うん、そう、なんていうの、分かる。だから、え、今まで思ってたら今いぞ崩れていかへんそれ。いや、でもその野球速報を見てるとかはそれに近い。まあでも野球速報は別になんか今井の中でも今井らしくないというか。ああ、うん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 。別になんか結果主義というよりは、そこまでの過程を楽しみそうや。いや、でもあいつは過程、どうなんやな。いや、だからまあ、まあ確かに場所によって違うな。うん。でもその、そう、パチンコはほんまにその、だから言ったらそのパチンコってわざわざさ、うん、トランプみたいなのをさ、うん、単純なトランプみたいなやつをいっぱい加工して、うん、あの面白いやつがいっぱいあんねんけど、うん、それをトランプみたいにして遊んでんの、あいつは。パトランプモードという数字だけ出てくるっていう。うん、だから野球速報とかはそれに近い、多分。ああ。なるほどな。うん。あいつはじゃあなんで YouTube で伸びることよりも自分がやりたい動画の方がやりたいんやろうな。それはでも、いやでも家庭を楽しんではいるんじゃん。あいつにとって一番面白い家庭がパトランプモードと、でもそうか。野球速報なんや。そうか。なんか動画を伸ばすためにこういうことを考えようっていう過程を楽しんでないってことやもんな。そうやな。あいつにとっての過程は違う。そうやな。それ人それぞれや。うん、そう。まあでもその疲れてるのは確か。今井も。確かにそうやな。働いてるから。うん。あいつも疲れている。パチンコの演出も疲れてるからしんどいって感想ある？どうなんやろな、それはまあ分からん。社交心が一番煽られるからやってるのか。社交心が煽られるのは、でも絶対演出出た方が煽られるくないか。そうやな。うん、まあ確かに。の方が気持ちいいやろ。うん、な、謎。難しいな。難しい。でも、今は1パチをやるから、普段。うんうんうん。それはなんでかっていうと、その、稼ぐために、勝つためにパチンコやってるんじゃなくて、うん、あの演出が楽しいから、パチンコやってるから。え、パトランプが？そう、パトランプモードをいっぱい。パトランプファンやん。そう、パトランプ目的で4倍できるから。そうやんな。だから金稼ぎも違うねんもんな。一玉1円のパチンコ。もう金稼ぎたすぎたやつがたどり着くとこじゃん、パトランプ。うん、まあでもどうなんやろな、まあ、よう分からへん。それはちょっとパチンコ詳しくないから。でもまあよう分からん、ほんまに。な、謎。その中毒になってて趣味で行ってるやつは演出楽しんでそうじゃん。まあ確かに。で、中毒になってたらもう、ああでも、うん、ガチ中毒がもう最終的にもうパトランプだけでええやんっていうのに、うん、でも中毒たどり着きそうやんな。ではないからな、多分。ギャンブル中毒とかではない。ではないよな。うん。ゲームが好きやね、あいつは。かわいいな。まあ、かわいいな。うん、かなりかわいい。そうやな、うん。ゲームが好きなんやな。そう、ほんまにだからその、神経衰弱とかが好きやね、多分一番好きな。そうやな。野球も別にゲームが好きなんやな。なんやと思う。小山打て打たんかった。いやな、が好き。うん、っていう。スポーツとして好きとかではないわ。でもまあ野球部やったからな、あいつ。それ不思議やねそのそれ一番意味わからんねあいつが野球部でキャプテンをやってたからなそれ意味わからんねん。今言わなかったけど、それも変やねん。うん。でも俺前電話で話したんよ、今井からなんか暇の時電話かってきて、うん、それこそ最近まあ YouTube また出てくれるようになって、うん、なんか話そうかみたいになって、うん、でそれこそなんか言ったんよ、その今井はほんまに伸びるとか伸びひんとかマジ全然どうでもいいやあいつって。そうやな、ほんまにあいつがおもろいと思うかどうかやん、うん、でも俺はやっぱ4人でやるからには、うん、もちろんその誰かがおもろいと思ったっていうのも大事だけど、うん、それを一人のあれだけで決めるのは絶対違うやん、うん、俺が企画提案しても、うん、それ違うなって思ったら加工するし、うん、っていうのをやってこそやっぱ4人でやる意味があると思うんだよなみたいな、うん、まあ確かにみたいな、うん、言ってくれて、うん、でまあそれで言ったらやっぱ俺は YouTube やるからにはみんなでどうやったらまあ伸びるかみたいな、うん、とか。そうやな、今井が原案を出したら俺らがもっとこうしたらいいんちゃうとか、うん、みんなも面白いって思ってくれるんちゃう、そうそう、っていう見てる人がこう思うんちゃうとかも含めてやっていきたいみたいな。で、まあ、うん、でもなんか今井は、うん、いや俺はでも YouTube に変に合わせてやるのはマジ別にやりたくないねんなみたいな、うん、YouTube はまあ自分のやりたいようにやりたいみたいな、うん、まあ、まあそれはそれでもまあ間違いではないから。で、うん、俺が例えで、うん、なん
まあでも野球でもさ、うん、今井が野球部のキャプテンをやってた時は、うん、やっぱ強くなりたい、うん、野球で勝てるようになりたいって言って、うん、多少ちょっと違うかなって思うこともやって、うん、でもそれが結果的に野球を楽しむっていうことにつながったりもするやろみたいな、うんうんうん、いいや、うん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 、めっちゃそのいいや、そうやな、俺はそのチームの、まあ、ほんまはホームラン狙いたいけどチームのためにバントするとか、そうでもそれでチームが勝てたら嬉しい、そうそう、だ練習の時も、うん、ほんまは走るだけの練習なんかしたくないし、うん、週一で草野球で野球楽しみたいんやったら、うん、そんなせんけど、うん、そうやな、野球部入らんくていいもんな、そうそう、ちゃんと野球部として続けてきたかったら、うん、やっぱやった方がいいみたいなことで、うん、やっぱ YouTube でも、うん、結局再生数伸びひんかったらもうやめようってみんな忙しいしなるから、ある程度やっぱそこを求めてやった方がいいんちゃうみたいな、うん、でもって言ったんやけど、うん、いや俺は野球はそうやったけど YouTube はそうじゃないねんなあれあれまあまあそう、そうやな、確かに確かに、まあ、まあそうやねんけど、うん、確かに、まあそうやなっていう、でも俺らはそのお前が野球をそう楽しんでたようにYouTube をそう楽しんでんねんでってよっていう、うん、ことやねんけど、うん、まああいつは違う、草 YouTube と高校野球をしたいっていう、うん、うん、そうか、逆やろ、あんま草 YouTube 見たことないからな、うん、草 YouTube やったらほんまに舞台立った方がいいな、ああ、お笑いとか、うん、まあな、ほんまに自分の面白、もうさ、どう頑張ったって客の数一緒やん、うん、だから内容にこだわればいいやん、そうだな、でも YouTube はさ、内容をさ変えたら客の数が減ったり増えたりするわけやん、うん、それ絶対舞台立った方がいいよな、うん、まあ考え方的に面白いのをぶつけたいだけやったらな、なんかてか今言っとさ話してるとさ、それがむずくてさ、野球で例えるやん、あいつって野球が好きやから、うん、分かりやすいかなと思って、うん、でもそれがな、そのあいつの阪神ファンによって不発やったりするそうやな、野球感がな、そうやね、ちゃうからな、だからあいつと話すの、うん、確かに、でその同じ回で、うん、なんかそれこそ、うん、なんかその俺が出してる企画とかに、うん、今井とか結構、うん、なんかその企画でもどっかで見たことあるからなみたいな、うん、同じやからなみたいな結構よう言うねんけど、うんうん、まあ、俺は結構考え方的に1って言ってるけど、その1回やったやつをもう1回俺らがやり直すのも全然それはその枠組みとして被ってても中身が違ったらそれ全然違うからいいと思うっていう派やねんけど、まあそうやな、でもあいつは結構まあ YouTube もう1回出るようになってから俺が提案したやつにもなんか微妙みたいに言うこと多くて、でそのそれも説明して、なんか俺はだからその別に俺らが同じようにやればそれはそれでなんか一個新しいし、うん、で過去の動画の焼き直しとかもあいつ絶対やりたがらへんけど、うんうんうん、だから俺が過去の企画のこういうところをアレンジしてこういう動画にしたらいいんちゃうみたいに言っても、いやそれはじゃあやらんでいいんちゃうみたいな、うん、でもそれは俺の意見ではこう、うん、全く一緒じゃないやん、やっぱ、うん、それ正解なんとかで、それ正解があったら、うん、A があってそれがブラッシュアップされて B があってっていう、うん、っていう風にまあなっていくと俺は思うよみたいな、うん、でまあ今井がでもそれやったら俺はで、その例えで俺がでも今井チャンネルとかはさ特にそういう新しいことしか絶対せえへんやんみたいな、うん、そうやなみたいな、うん、で実際今井チャンネルってさそういうこと風にしてるからどんどんその更新頻度落ちたやろみたいな、うん、そうやってやってたらやっぱ長く続けていこうと思ったらそれ難しいんよみたいな、まあそうやな、世にないものをな、そうそう、何球も掘れへんよな、そうそう、自分の中でも新しいものなんてどんどん枯れてくし、うんうん、っていうまあその俺なりの、うん、なんていうの、YouTube 感というか、うん、芸術感までいかへんけど、その、うん、クリエーション感みたいなのを話して、うん、で、今井が、そしたら、まあ、今井は今井ですごいピュアやから、やっぱ、うん、いや、でも俺は、そうやってでも長く続けるんやったら、今井チャンネルみたいに、その、燃え尽きて、まあ、そういう言い方してなかったけど、うん、それ出し切って、それで更新することなくなったら、もうやめる方が美しいと思う。おー侍やん。いや、そう。すごないこれ。いや、まあ確かに、うん。うん。そう。もうそれで止まってるのって美しくないって。ほんまに送られてきて、LINE で。獣やん。そう。雷獣。いや、美しい。確かに美しいと思う。確かにそうやと。うん。で、そこで俺がもう見事な野球例え、ここで出そうと思って。うん。中日の朝おっとったやろ。おう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 。朝おって、
いや、中継ぎ、ね、俺らがほんまに一番野球見てた中高生の時の中継ぎエース。うん。年間ほんま70試合ぐらい掘って、なんて言ったって顔が綺麗でな。で、球もありえへん、早い。うん。でもまあ投げすぎて5年ぐらいで怪我しておらんくなって。ピッチングフォームも美しいしな。なんか。浅尾ももちろん俺は美しいと思うけど、うん、浅尾はあれは自分なりのマックスを出し尽くして消えたやろって。うん。それも俺は美しいと思うと。うん、美しい。うん、でもあんなロマンある選手おらん。でも俺は、石川雅則みたいに、35キロのストレート。ヤクルトの、今43歳ぐらいの、もう20年以上、一軍でやり続けてる、うん、球めっちゃ遅くて、うん、いろんな変化球を放り投げて、うん、なんかとにかくゴロとかフライ打たしてなんとか抑えるっていう、うんうん、あいつは好きやわ。だ石川みたいに長く続けることでしか手に入らへん喜びとか、うん、与えられへん夢っていうのも俺はあると思うね。あるな、うん、これ素晴らしいやん。素晴らしい、ほんまにそうやん。うん、綺麗な野球たとえ、うんうん、でその石川はそれの極みやけどさ、うん、いろんな野球選手がさ、うん、ちょっとした石川を抱えてやっていくわけやん。そうやな。もともと下柳っていうピッチャーが阪神でめっちゃ球速かったけど、じじいになったら変えたとか。うん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 。なんか。そうやな。そうそう。球が速いのが売りやったのが、だんだんそのコントロール身についていって、コントロールで勝つ選手になっていったっていう。そうそうそう。うん。それってまあ何にでもあるし、やっぱり活躍してる人。そうやな。うん。でもいいの言ったと。うん。いや、石川みたいになるのも、うん、俺はそれはそれでありやと思うねんな。うん。俺石川好きちゃうねんな。意味ない。意味、阪神の選手ちゃうからちゃう。意味そう。そうやね。阪神の選手で行ったらよかったんちゃう。そうやね。めっちゃ難しい。ミスったやん。めっちゃ難しい。下柳で行ったらよかったやん。いやそうやね。もうだからもう大丈夫やねんけど、これからは。うん、いや俺石川好きちゃう。でも野球ファンで石川好きちゃうやつなんかおらんと思ってるから俺は。だから野球が好きじゃないからやねん。そうやね。だから阪神が好きやねん。好きやから石川好きじゃないね。阪神ファンである前に野球ファンであったら石川なんて大好きよ。全員好きやん。うん。なんか難しかったな、うん。石川ってだって167とかやもんな、身長も。うん。いや、まあもうちょいでかいけど。170とか。170はあるな。野球選手で稀に見る小さいピッチャーで。美馬よりはでかいからな、多分。あ、懐かしいな、美馬。楽天楽天、楽天におった。美馬学ぶ美馬学ぶっていうな。167センチぐらいの。ロッテ行ったんちゃう。おんのか。多分。うん、ちょ、難しい。ちょ、もう難しいわ。石川好きちゃうとおもろ。懐かしいよ。その、石川の生き様がこうっていう話してんのに。そう。石川っていう選手のこと好きじゃないからもう、頑張って例えたのが全く意味なくなっちゃう。難しい。その、ほんまに。そうやな。うん、ミスったな。難しい。でもほんま、でも、そういう選手を別に好きじゃないよな。あいつって、うん、そもそもホームラン打つやつが好きやん。確かに佐藤輝明最強って言ってたやん今日2軍落ちてんのに。そんなわけない。最強のやつ2軍落ちへんやん。そうやな。うん、へえ、最強ではないなって俺が言ったら最強やろって言ってたもんな。なんで怒ってるん。2軍やで。理屈ないな。面白いな。理屈なんでないんやろ。そう、ね、理屈あった方が楽やのにな。ああ、そうやな。理屈あった方が楽じゃない。うん。ずっと理屈ないことやってたらさ、うん、疲れへん。うん。ええんかな。ほんまやな。ずっと手探りってことやもんな。そうやで。戻ってくる場所ないってことやもんな。そうやで。俺はこういう時こういうって。まあ、理屈ないなりのもうフォームができてるんかな。プロ野球選手を例えたら、ミカみたいな。ああ、横浜の？横浜の。今巨人に行った。あ、巨人行った？ミカミって、うん。えぐいとこつくやん。ミカミっていうのは、うん、あの、オーバースローからサイドスローまで、毎回投げるとき、腕の角度違うっていう。場所違うんや。そう。絶対フォーム固定した方が楽やのに。まあでもそいつの中ではそれでええわっていうのができてるから抑えれるという。今井はミカミともや。やってること。毎回、まあ、まあまあ確かに、あいつの中では。だから魅力やしな、でもな、結局。まあそうやな。ちょ、無理や。同じお笑いせんもんな。するけど。うん、まあその。なんかいろんな種類のやつを思いついた順に掘るやん。そうやな。意外と。うん。意外と技巧派やからな、結構今言って。そうやね、論理はあんのよな。ボケ方論理的よな。うん。
意外とな。そうそう、ボケるときは結構そう。うん。一個抽象化してとか多い。うん。一個ずらして。賢いよな。なんなんやろな。なんか、難しいな。でも、思ってんのかどうか分からへんよ。でも、昨日もさ、うん。夜、まあ、LINE しててさ、今日撮影するから。うん。その、明日どうするみたいな。うん。で、俺が、今井の人生グラフやりたいと。うん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 。まあいつそういうの好きちゃうから、まあ、断るかなと思ってたけど、うん、まあ、やりたいと。小学生時代の、俺が言ってんの。うん、小学生時代の、うんうんうん、エピソードを話して。聞きたいな。みんな望んでるからな。まあ、気になるやん。うん。で、普通にも、変な塾やってしな。サクセスな。うん。おばあちゃんが教えてる塾。いや、ほんま、だから今までのさ、俺らが喋ってきたのとは全く違うエピソードになるわけやもんな。それを全部振りにした、うん。エピソードをまあ聞けるわけやん。うん。で、まあ、でもまあ、やりたないんやろなと思いながら一応聞いて。そうやな。いや、全然覚えてないわ、みたいな。うん。うん。いや、でも親とかに聞いてみたらええんちゃう、みたいな。うん。いや、でも覚えてないわ、みたいな。うん。え、その、ほんまに、別にやりたないんやってやりたないって言ってみたいな、うん、別にやりたおもんないって思ってるってことって言ったら、うん、まあおもろくなさそうやなみたいな、うん、帰ってきて、うん、いやそれ先言えよみたいな俺が返信したら、うん、いや気使ってんねんわらみたいな、うん、そ別にそれはもうええというか、なんかその変な、うん、そうやな、もう分かってるからな、今井がそういうの面白くないと思ってるっていうのは。そうそう、うん、で別になんかそこで今さら嘘ついても分かるし俺も、うん、でもなんかその気遣いはあんねん、なんか。うん。それもでもまあ。おもろくないって言われたら自分が嫌やからかな。まあ確かに。自分がこういう企画やりたいって言った時におもろくないって言われたら嫌やからなのな。それは嫌そうやもん、確かにあいつは。うん、むずいねんだから。そうやな。だから芸術家やねん、あいつが一番。うん、そうやね。あいつはな、芸術家に向いてんねん。うん、とにかくそう。ほんまにそう。いや、そうやね。うん。あいつ見てて俺ほんま芸術家やなって思う。いや、ほんまこれぞ。やっぱあれやからかな、おじがさ。ま、おじ、いや、それは言わんほうがいいけど。ああ、それあったっけ、まあ、言わんほうがいいけど。いや、もうわからんけど、わからんけど言わんほうがいいんちゃう。おじがグラスをえぐい量作る。いや、そうだな。うん。イタリア、ベネチアのグラスを作るんだよ、うん、おじが。そうやな。で、いやほんまにでもな、まだ美術と出会ってないだけやんな。でもそうかもな。今言って、いやそうやね。うん。でもな、そのアートアートと出会ってないだけ。でもあいつアートダサいと思ってるから。あんなアートやのにな。そうやね。あいつって自分のことお笑いの人間やと思ってんの。めっちゃアートやけどな。そう。でもお笑いは面白くてその気取ってなくてかっこいいけど、うん、アートは多分その生きててダサいと思ってんねんけど、うん、あいつのスタンスは全然お笑いじゃないねん。そうやな。お笑いってやっぱさ受けが正義やし、うん、お笑い芸人さんって全員やっぱさ売れる人はさ、うん、最終やっぱその場の受けをまず拾うやん、うん、自分の面白いをはまあ軸としてあるかもしれんけど、うん、そう、どうやったら人に受けるかっていうので改良を重ねていかないと、それがやっぱ一番偉い。うん、お笑いの業界って。そうやな。あいつはやっぱな、めっちゃアートやね。うん。アートに出会わせたいね、俺はあいつを。いやー、無理な気するよな、でもな。俺ほんまに思うときあるもんな、やっぱ。短歌とか書いてて、うん。ちょっとやっぱアート扱いされたりするわけやけど、うん。そう、今井の方はやっぱ詩人やなっていう。うん。絶対そうやで。そうやね。だって論理があんねんもん。俺には、うん、あるな論理、うん、論理あったらな勝てへんやん。論理があるようじゃな、あるようじゃ、うん、そうやな。結局は論理がないものに惹かれるからな人は。うん、知ってるいいもんに近づけていってるわけやんか。そうやな、基本は、うん、俺の漫才とかもそうやけど、基本知ってるいいもんに近いものを作り上げていってるっていう、うん、まあ、新しいものを作るにしてもその知ってるやつから演算された新しいものを出してるというか、そうやね、うん、いやだから難しい。俺はな、やっぱな、でも今井という翼がな羽ばたいた時にな、一個上のステージに行けるはず。うん、そう、来週チャンネルっていうのは、うん、まだ今井の羽ばたかし方分かってない俺らは。うん、丸3年ぐらい経って、うん、ほんで俺らが調理するんじゃ羽ばたかへん。そうやな、今井が羽ばたく気になることを俺らはしなく
うん、そうやな、自ら、そうやな、うん、うん、難しいな、うん、来週わかりません、なんかでかすぎると思う、その全員の自我がでかすぎると思う、うん、今、うん、グループでやるには、うん、全員の自我がもうちょい小さかった方がうまくいく気がする、うん、まあそうやな、才能がありすぎてる、今今井がリーダーならいいんかもしれんな、まあそう、今井がリーダーで俺らが全員今井の言うこと聞くぐらいの自我が 今井にある、撮影2回に1回ぐらいしか来てないけど、うん、だからもうパンクしちゃってる、来週は今、そうやな、パンパンやな、今この部屋パンパンになっちゃってる、この部屋パンパンや、この部屋パンパンやね、もう自我がな、まあ、いいさっき3人で自我がなパンパンぶつかり合ってたもんな、ぶつかり合ってた、うん、俺が野球見るのやめてほしいだけやったのに、ラジオをするから、うん、そんな当たり前のことやのに、うん、ちょっとなんかピリッとしてなんで野球見たいと、なんで野球見たいとラジオ撮りたいがあって、俺は今井を気分よくしてあげたいがあって、今井を怒る、まあ、今井が俺はラジオが撮りたいっていうのと、今井が気分落ちたら撮影ができひんくなるっていうのがあって、結局だから俺も撮影はしたいねんけど、いやそう、そ俺もそれ分かってるし、ほんで、うん、ラジオを撮りたいっていうのと、 その後の動画を撮りたいっていうのがあって、なんかだから難しいわ、そうだな、もうなんかな、こうなんか今無駄やったよな、だから俺とお前がちょっとバチってなったのはマジで無駄やったよな、まあでも俺はもう分かってたけどな、それはそうもうそのなんかほんまは別に無駄にピリッとしなあかんかったよな、うん、難しいな、面白いわ一回だから俺がその今井側に寄って、そういやもうじゃあもう一打席見ようやみたいな、うん、そうもう一打席見て、うん、そう撮影前に、うん、大山がヒット打ち寄ったからか、いや前側がヒット打ち、前側3番の前側がヒット打ち寄って、うん、これで最後にしようみたいに言ったのに、うん、前側がヒット打ち寄って、うん、じゃあもう終わりやろう、うん、たらピリッてしたから今井が見たがって、うん、じゃあ大山も見ようなんやねんそれそれなんやねんいや なんだ、うん、そりゃでそれに対して DM をやるって言ったやんがあって、そう俺が言ってな、いやまあまあまあ見ようやいやまあそういや俺もまあまあで大山見て大山ヒット打ってでおーみたいになって、俺と今井がおーってなって、で、岩井が、次のサンズも見たいってなって。いや、そう、なんで次のサンズ、もうサンズどうせ歌へんかも、やめようやめようやめよう。あ、そう、それもな、優しいわ。次のサンズどうせ歌へんか。いや、そんなさ、いや、いとこの。一回こう、岩井によって、その、なんでそんないとこの子供ながらみたいなさ、サンズはどうせ歌へんからやめようみたいな。嘘やん。打つかもしれんやんだどうせ歌へんか。サンズは、うん、今見ようか、どうせ売ってないからいやあかんの、別に2割あんねんぞ、絶対売ってないから、3割が2割なだけで、サンズは見ようか、見ようかな、でも野球みたいにしてきたいっていうのはあるね、やっぱ、うん、来週チャンネル、うん、アウトなってるわ、ああじゃあミンクでよかったね、ミンクでよかったな、見ててアウトになってたらおもろかったけどうん、起伏な、うん、起伏のないコンテンツ、起伏なかったかな、今回ずっとサッカー見たいとか、でもラジオ、うん、今日は流れがあるからな、うん、かなり野球よりはサッカーやったな何やねん、なんかでもサッカーで最近思ったことあってんけど、えサッカーで思ったことあった、うん、言うてよ、何やっけな、ちょ遺跡、遺跡もやけど、遺跡もやけど、遺跡金が高なってるなお前サッカーラジオやんけサッカーラジオやったらその話一番最初にせなあかん、1億ポンドってなんやねんエクランライスに1億ポンドってほんまにそんな価値あんのかってな、その話もほんまはせなあかん、うん、分かりやすい点を取ってるっていう結果を持ってない選手に1億ポンド、うん、いけんのかって、あとデクラン・ライスが1億ポンドなんやったら8000万ポンドでカイセド取った方がええんちゃうかっていう、うん、3つ若いねんからっていう、うん、まあ、じゃあそれはええじゃあそう
終わらんくなってまうこと、うん、無限にできるで今年のアーセナルの補強に関して、うん、俺も喋れるな移籍情報、うん、あとそのハバーツの移籍の告知動画を、うん、ケパ・アリサ・バラガの結婚式で撮ったっていうのほんまなんかっていう、ハバーツがチェルシーからアーセナル移籍するってなって、うん、24歳ぐらいのドイツ人のフォワード、うん、でその、うん、撮影場所なんかアーセナルにユニフォームを持ってスタッフが空港からハバーツのおるところまで早送りでパーって走ってって、うん、パーンってハバーツに赤色のユニフォーム渡してハバーツがにっこりするっていう、うんうんうん、まあプロモーション動画みたいなのがあるんだけど、はいはい、その場所が、うん、チェルシーの元同僚のケパ・アリサ・バラガっていうゴールキーパーがスペインで結婚式挙げた時のマジョルカ島での映像なんちゃうかって言って、うん、日本のアーセナルファンと日本のチェルシーファンが今ツイッターで喧嘩してるっていう。喧嘩すな。いやそう別に喧嘩すな。そう日本でいやアーセナルのスタッフ舐めてんのかよみたいな。チェルシーのケパの結婚式やってる裏で何やってんだよ。いやいやいや友達なんやろ。そう別にええやろ。ハバーツとケパ・アリサ・バラガが友達チームとかを超えて友達やからできるんやろ、うん、って思ってんけど、うん、そう喧嘩してた。アホやん。アホ。いやちゃそうやねんな。サッカーファンもなやっぱな喧嘩ってか喧嘩したい。ファン同士で喧嘩するよな。そう喧嘩したいねん。だからその阪神ファンも野球ファンもな、そうそうそう、おとんがその井端嫌いとかも、うん、嫌いとかそういう感情を思い出させてくれるもんが欲しいねん多分、うん、スポーツとかを通して。いやそうやね、他球団のファンがさ、うん、阪神ファンはさ、うん、あと一球コールをするのがさ失礼。あ言ってたわ、あと一球コールをして以来500何十何球、9回2アウトでな、うん、あと1アウト取ったら勝てるっていうなったら、そうなって、まあ2ストライクになったら、まああと一球でストライク取ったら三振で3アウトになって試合が終わると、うん、いうので、あと一球、あと一球、あと一球ってこう球場全体が言うねんけど、それが失礼なんじゃないかっていう文化ね、その阪神の文化がやめた方がいいと、うんうん、なんでやねん。別にいいよ、どこがやねん。そういうもんやな、あと一球で勝つねんから。そういうもんやな、言ってええやろ。まあそうやね、何でもそう。何がちゃうねん、カットバセと。そうやな、カットバセ失礼やろ。カットバセも、カットバセもカットバセねんからな。うん、その抑えようと思って相手が投げたボールをさ、うん、かっ飛ばされたら嫌やろ。そうやな、かっ飛ばされへんように投げてんのに、うん、かっ飛ばせって言ってるからな、うん、な失礼やんな、それ言い出したらな。それあと1球で試合終わるから、あと1球って言って失礼なんやったらな。それで言ったらそう、うんうん、多い最近野球でもあって、うん、ヤクルトの田口がな、勝利の前みたいなやつや。あーそう、うん、勝利の前って抑えて、うん、そうみんなでわーみたいな、うん、なんかスタンド試合終了後にスタンドの前行って、うん、せーのわーバンザーイみたいなやったら、うん、みんなでバンザーイを合わせるみたいなのが、うん、敵チーム煽ってるみたいな、うん、いやええやん。いや勝ったから喜んでるだけやろ。いやそうなんやねん。あと田口はもう一個あってな、うん、それはまあもちろん田口は悪ない。車でしこってたっていう話。それなにそれなに知れない田口が車でしこってた。え知らん。え知らん。一人カーセックス。一人カーセックス、うん、一人か車。え、田口が嫁おんのに車で車中オナニーしてたっていういうのを巨人時代に文書にすっぱ抜かれたって。え、そんなんあんねや。うん、あ、そう、うん、かわいそう。車中オナニー、すごい。俺は一人カーセックスって呼んでる。全然それ別にネット上で流行ってるとかじゃない。いや、まあ車中オナニーはめっちゃいじられてる。一人カーセックスっていうのは壁さんが、まあ、俺が一人で言ってる。あ、そう、うん、いや田口がインスタライブで、うん、そのバンザイが煽りみたいになって、うん、勝利の前やめろみたいに言われてることに関してどう思いますかみたいな、うん、インスタライブで視聴者からコメントがあって、うん、ファンから、うん、で、あのまあ僕は野球ファンのことをまあ見下してるんでねって言って炎上したっていう。これも田口悪ないよな。ちょっと悪い。あ、ちょっと悪い。うん、なんか見下してる。あれを思い出すわ、あの鍋常の、巨人のオーナーの鍋常が、ジジイね、うん、あのな、球団のその1リーグ制にしようって言い出してんだから、うん、10チームで1リーグ制にしようって、12チーム多いから減らそうみたいな、そうっていうのを言い出した時に、うん、その選手会っていうのがあって、うん、プロ野球選手たちが協会みたいな、まあその労働組合みたいなのを結成してるのの、その
組合の会長の古田が、古田敦也ね、古田敦也が抗議しに行くってなった時に、うん、あのたかが選手がって言ったあ、言った言った言った、なべつねがな、たかが選手が、それ思い出すな。そう、見下してる。その時ほんま気分悪かったからな。そうやね、見下されてんのはやっぱ良くないよね。トワが来たのか。うん、たかがトワが来たよ。たかがトワ、うん、今井も呼び戻さない。うまいな。てか、なんでラジオ言えないのな、雑談は。たかが出演者が、たかが YouTuber。 あと10分ぐらいある。うん、いやでも、ほんまに今ラジオ撮ってるでいい。おい、てか、ゲラーの告知せんの。あー、ほんまに。何の話ばかして忘れた。うん、今日これが上がってる日にゲラーも出てるから。まあ、たかがゲラですけどね。おい、やめろ。来週のゲラネクスト。あ、なんかあるかどうかしら。お前、たかが部活で疲れてきたんちゃうんか、お前。たかがそうやな。そうやな。そうなんで、ね、そうなるよな。たかがって言われたらな、そうなる。そうなるよな。うん。そうなるよなっていう話してた。まあ、僕はゲラネクストのこと見下してますから。見下すな。そうなるよな。うん。そうなんで。そうなんで。そうやな。うん、そうなの。難しい。あ、どうも、こんばんは。ライジのトワです。あ、トワだ。おめでとう。あと10分。うん、どう思うこれ。いや、ラジオあと10分で終わるからさ、うん、ちょっとあと10分頑張ってほしいなっていうので、うん、あと10分、うん、あと10分っていうちょっとコールをしてみたんやけど、どう思う、うん、ムカつく。まあ俺が抑えようか。あ、抑えてくれる。そんな俺が抑えようか。抑えてほしい。ジェフ・ウィリアムスになろうか。ジェフ・ウィリアムス。いや、ジェフ・ウィリアムス最後投げへんの。JFK なろうか。うん、久保田智之な。久保田和信。あれ、トロサーモンや。ひらがなな、カズノブ。久保田としのぶ。それラララブソング。ライオンハート。ライオンハート。スマップやん。いや、疲れてるな。今スマップやんって言ったもんな。ライオンハートはスマップでしょ。スマップやな。うん。はぁ、疲れたな。お疲れ。お疲れさんです。実習と、はい、部活。朝部活。朝部活ね。朝部活がしんどい。俺らでもトアのな、グランド見に行ったからな。うん、あっこでどういう感じで頑張ってるかのあれが上がったよ。うわ、そうやん。理解度が。いや、家近いんすよ。近いな。だから行けてまうな。行けてまうんすよ、朝何時からとかでも。このラジオが出る頃にはもう上がってるってこと。ああ、そもそもその A マッソと撮ったやつも上がってる。おお、そうっすね。その話もせなの。ほんまや。忘れてた、ゲラと A マッソ。めっちゃ忘れした。お笑い芸人や。ゲラ出て A マッソ。いや、ほんまっすよ、うん。俺たちが一番面白いやからな。うん。俺らのテーマは。うん。よいしょ。ほんまにそう。別世界の M1 戦ってる。M1 出る。M1 出る出る。どう。それも告知しとくか。いつなん。いや、決まってないけど。1回戦まだエントリー始まってないな。ちょっと今年2回戦いかんかったらもうちょっとお笑いキャラやめてもらいます。お笑いキャラ。いや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 、もういやでもな、俺らなちょっとな4分間の筋肉がないからな。ちょっとちょっとな、その、うん、向いてない、その劇場型のさ、その10分の漫才をさ、普段やってる。いや、そのだから、そのやっぱ競技型の漫才やっぱ向いてないんだな。その、わからんけど、その、めっちゃベテランでもう、全員認めてる、その、プラスマイナスとか、が、言うのはわかる。劇場用のさ、その、金属バット。お客さんを笑わせるためだけのさ、漫才ずっとやってるからさ、その、なんかその、競技として漫才を見られるってなった時に、刺されへん。じゃもううるさい。若造が。競技をやれ、若造なんだから。まず、確かに若造め、ほんまそうやな、うん、ほんまそうやな、若造が、うん、若造どもに。いや、頑張らなあかんね。頑張ってほしいな。皆さんの応援が必要ですね。ほんまに見に行く1回戦みんなでも、もう俺そろそろやっぱそのお笑いキャラの人が、うん、M1 何回戦まで行きましたみたいな言えるようになった方がいいと思う。いや、ほんまそうやで。3回戦とか3回戦行きたいよな。な、19人とか3回戦行ってるよ。きついほんま。うん、19人は多分3、いや、行ってるか。行ってんねんとか。行ってんじゃん。行ってた行ってた、うん、去年動画見たもん。うん。順々とか行きかねへんな。うん。レインマンズも今年順々行くかもな。うん。だからレインマンズが順々行ったらやっぱ、キッセンドラン3回戦行かな。行かなあかん。そう。確かに。ほんま行かなあかん。レインマンズと19人は。だってレインマンズが決勝行った時、俺らは準決勝は行ってたんやから。
ああ、そうそうやな。大学お笑いの大会で。へぇ、うん、うん。いかな。M1 か。え、ルール変わったんですよね。ああ、そう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 。ああ、そうなんや。ああ、あれやんな。なんか、準決勝、去年準決勝行ったやつまでしか、1回戦シード。そう、1回戦シードはなかったんやけど、今年から準々決勝進出者も1回戦シードで、ああっていうのもあるし、ってなったから、あと時間制限も、そのほんまにめっちゃくちゃおもろいやつらの後にネタやらなあかんってことはない。ああ、なるほどね。去年なんかそんなんやったっけ。去年はなんかストレッチーズがバカみたいに受けた後出てったんや。出てってそれかわいそうやな。あったまってはいるけど、そのもうほんまに全然うまさちゃうっていう。なるほどね。確かにタイプもちょっと近いしな。うん、タイプちょっと近い雰囲気というか、うん、2人ともまあなんかしっかりしてて、うん、ちょっとシュッとしてて、うん、で結構理屈っぽくて台本が台本っぽい。確かにってなった時にストレッチーズ見てからやとな、うん、演技力の差がそうやな、著しくあるよな。なるほどね。てかあれやろ、タイムオーバー。てか俺らの出る？出ない。出ない、うん。俺え、出えへんの？里見は。里見で出る？出ない。里見出えへん。里見で出る。いや、その、うん、なんか、うん、多分間に合わん。あ、リアルな。うん、せやな。多分、うん、無理やと思う。無理やな。時間の無駄。時間の無駄。俺らが出るのは3回戦行く。里見でいかんて。ネタ忘れんちゃうかな。あ、俺ら覚えきれるかもわからんのに。でも2分やから。2分やで。あ、2分でええの？短いで。たかが？むずいで、たかがって言うな。2分。たかが2分か。逆にむずいで、2分で。そうやな。受けきんの。確かに、起承転結がないとあかんもんな。うん。てか、まあほんまに1個強いのあったら、それ3回繰り返したら2分経つもんな。うん。逆に言うと。うん。うわ、逆にその1個強いの作らなあかん。そうやな。へぇ。難しいな。え、いつでしたっけ、うん、1回戦って。カベスはいつでんの？年末頃。いやいやいや、年末が本番。年末はもう決勝やから。始まって、あれ夏始まる。8月とかから始まるで。いや、早っ。俺が応援してる黒帯は、うん。まぁ、あ、ちょ、今年は配信見るほど時間なくて見れてないんだけど。順々行ってるから、まぁ、あ、1回戦もないな。なんか今年も仕上がってるらしくて。おう。その、タイトル。去年は、うん、タイトルが、1回戦がどうなったっけ？トム・クルーズへ。うん。トム・クルーズをテーマにした漫才の A タイプ。そう。方向性 A が、1本目な。そう。で、2回戦で、うん、トム・クルーズ B やったかな。うんうんうん、トム・クルーズ B、うんうん、で、うん、3回戦何やったんやけな。3回戦はトム・クルーズじゃなかった気がするな。じゃんけん。いや、それは準々決勝。準々決勝がじゃんけん。そう。何やっけ、なんかじゃんけんよりもうちょい分かりやすいやつやって、同じシステムのじゃんけんみたいなやつか。うん、合体やっけ。なんか負けたら大喜利しなあかんみたいなやつ。ああ、まあまあまあ、そうか。なんかゲームやって負けたら大喜利しなかった。あ、ちゃうわ。ちゃう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 。何？あれや、言えへんやつや。ジャニーズの男性アイドルのメンバーを全員言うゲームか。言うゲームや。だから3回戦の決勝はゲームやって。なんで、一昨年は宝塚。制限時間内にいるかしょ、そのジャニーズグループのメンバーを全員言えたら勝ちみたいなゲームで、うん、でもこれ制限時間があることで追い詰められて、その思い出せへんかったりすんのよみたいな振りがあって、はいはいはい、思い出せへんっていうのを繰り返して、で思い出せへんかったらなんか学生時代の、あ、そうやそう、あ、言ったらあかんこと言わなあかん、言ったらあかん個人情報を言わなあかんみたいな、はい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 、で個人情報めっちゃ言うっていう、うん、あった気するな。そう、見たわ。で、まあ、そう、黒帯、俺はだから何が好きって、そのテーマがワクワクするテーマの方がやっぱ好きやね。うん。でその俺らが大好きな3年前の宝塚 A、うん、宝塚 B もう宝塚がテーマで、3回戦準々決勝で宝塚両方やってる、うん、A と B があってんな。で今年はツイッターで調べててんけど、いろいろ去年はトム・クルーズ A から F まであったんやろ。そう、トム・クルーズ6本あったんやな。トム・クルーズ F はトム・クルーズが異世界転生したら、うん、異世界のふわんふわんふわんって飛んでる精霊に新しい役割を与えられて、何になるかを指示されるんでしょうねって言って、うん、トム・クルーズが、うん、はぁ、あ、俺はトム・クルーズ死んじまったなみたいな感じで、その死後の世界のところに来て、うん、で精霊がトム・クルーズが異世界転生したらなんとかかんとかでなんとかかんとかだったけんみたいな、そのラノベタイトルみたいなことを言って、はいはい、っていうのをめちゃくちゃなやつだからもう作りすぎて、だから F やからそのトム・クルーズでいっぱい作ったらおもろいっていうだけでやってんもんな。そのそ
漫才を連作として楽しんでる初めての人たちちゃう。劇場でトム・クルーズって言ったらウケるっていう。確かに連作だのあんまないか、うん、いやマジでないよ。フォーマットが一緒の人はいっぱいおるけど、フォーマット別々でそのトム・クルーズっていうワードだけ固定してるっていうのはないよな。でまあそうで、まあ、今年もそう楽しみしてて、うん、まあなんかどうせワクワクするテーマあんねやろなと思って調べたら、うんうん、今年の黒帯のなんか強いネタは、うん、シスターっていうのと、うん、探偵っていうのがあるらしい。あれ、おー、でも結構お気に入ってるけど、探偵はお気に入ってる感じはあるけど、その職業ものそのなんていうのシスターやな、洋風できたっていう、そのはいはいはい、はい、多分探偵も、うん、そうやな、洋風の探偵だよ。うん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 、でいいよね、ワクワクする。いいね、タイトルでやっぱワクワク。うんうんうん、喫煙のランはなんかあるテーマ、今年1回戦これでいこうかなっていう、まあ言ったらちょっとネタバレになるからあれやけど、まあ今思ってんのは、うん、女の下ネタって。あはー、まあまあでも良さそうやな。うん、マイルドというか。これはね、やめたいね。あ、やめたいんや。うん、できれば下ネタじゃないの作りたいね。下ネタじゃないのがいいな、確かに、うん、なんか俺ら提案する。どっちも知ってるからな、キッスエンドラン2人ともネタも何回も見てるし、下ネタばっかり作ってるからさ、うん、分からへんくてさ、下ネタじゃないネタが作りたい。そうやな、普段はな下ネタやからな。うん、それをだからほんま置き換えればいいだけなんよ、うん、下ネタじゃないことに。うんうん、確かに。うん、てか普段やってるネタはその普通のお笑いを全部一個メタにして下ネタにしてるっていうお笑いやからな。うん、元に戻せばいいだけやからね。そうやね、そうなんか意識高いムカつくやつがずっとエッチの薄いこと言ってるっていうネタがあったりとか、うん、エッチ部っていう、エッチが部活動になってたらこうですっていうのがあったりとか。そうやな、でもまあそのエッチにすることで全部メタになるから、うん、そこで解決してたものを別のとこに要求せなあかんくなるってことよね。そう、うんうんうん、むずい。もうでも雰囲気だけ、エッチじゃなくていいねんな、ほんまはな。雰囲気だけでも、ムキムキとかでもいい、うん、ゴルファーゴルファーとかは、まあいいな、ゴルファーとか全然いい。ワクワクするタイトルだけいっぱい出そうや。あ、タイトル、そうそう、ゴルファーワクワクするな。なんかゴルファーの設定の漫才始まったら嬉しない。うん、嬉しい。そのシスターとかも多分トム・クルーズとかもやっぱさ、うん、嬉しいやん、うん、これからトム・クルーズの漫才すねやっていう。ゴルファーとキャディーの漫才見たことない、うん、かもしれんな。じゃあそういうのちょっと出してあげよう俺らで。うん、うん、うん、ゴルフもでもちょっとしょうがない。俺がキャディーやってあげるからみたいな。うん、うん、いいな、うん、ああ面白いな。テーマ、テーマ、タイトルってか、その漫才のタイトルってあるやん。ああ、あるある、ツイッターとかにあるある、レポートで、キッスエンドラン鍵カッコゴルファー、うん、そうそう、85みたいな、そうそうそう、お笑いファンが、はいはいはい、そうそうそう、はいはいはい、お笑いルポライター高弘やった場合ね、やった場合、そう、うん、なんやろ、何が合うかな、そうそう、あの二人に合いそうな、うわ、めっちゃむずいな、文房具とか文房具、あ、文房具、喫煙の欄、文房具、しゃべくり漫才、しゃべくり漫才、しゃべくり漫才やな、コントインなわけないもんな、文房具はな腕いりそう、めっちゃめっちゃ、めっちゃ腕いりそう文房具。3年前ぐらいに文房具で令和北南がめっちゃ滑ってたな。あれお前やめや、あれやめや、あかん題材やったこれ、令和北南の悪口言う、順々決勝初めてちゃん、俺らが令和北南の悪口言うところがラジオの電波に乗るのいやいや悪口言ってないよ、悪口言ってない、めっちゃ滑ってたって。いや悪口だろ、 3、4年前に、それ以上の悪口ないやろ、3、4年前に、うん、うん、劇場では受けてるからで、そうお前ら令和北南と一緒、劇場では受けてる、あ、競技漫才に適応できてない。なるほどね、いや、どっちかというと競技漫才というな俺ら、確かに、うん、ほんまはな、そう、全然大学お笑い自体が、うん、そういう文化でしょ、うん、ゴルファーか文房具、うん、文房具おすすめ、文房具ありやな、文房具、みんな知ってるし、みんな知ってるな、うん、だから俺らがそのプライド捨ててその文房具の悪口みたいなのあるあるで言い始めたら怒ってくれ、え、めっちゃおもろいけどな、うん、いいと思うけどな、急にそれやりだしたらめっちゃ笑うと思うわ、うん、おい、あの三色ボールペンの緑誰が使うねみたいなそのあるあるやろ、すごい、ほんまのマシンガンツみたいな、うん、いらねえよー、うん、ことやんな、うん、あの
消しゴム付きの鉛筆の消しゴムとこ全然消えへんねんみたいなのを教師の三角定規でかすぎだろええやん。M1 の1回戦なんてな、やっぱ。2分やから。しっかりしたな、そういうのやったらええんちゃう、みんなにウケるやつやろ。めっちゃおもろいけど。みんなにウケる。やりたくねえ。下ネタはわからんからな、みんなは。そうやな。だからそれを1個メタにしたらまあできるけどな、その。じゃあでもそうやん、下ネタで言ったらさ、うん、今日出てるゲラでさ、うん、お前下ネタ言うたやろ。え、覚えてない、言ってないよ。お前嘘やん。すごまさかのそのスタンス。言ってないよ、なかったことだって。え、 なかったっすよね。いや、あの俺あの回ってきたやつでチェックしたんやけど、え、なかったっすよね。全然使われてた。え、あれあれ流れる。お前が下ネタカットカットしてや。いやいやいや、流れる。あれはえ、言ってくれんかったの。言ってない。え、面白いからあそこ。なんで神須が下ネタ言って。え、俺なんか言ってた。あのね、まあちょいネタバレになるけど、まあ詳しくは本編聞きに行ってほしいんけど、ゲラで聞きやれ。言ってないと思うけど。あのね、引くときに力を入れなあかんって、うん、誰かが言って、押すときよりも、うん、引くときに力入れなあかんって、うん、誰か言って、うん、それに対してカベスがエッチと一緒やん、うん、って言って、うん、4人ぐらいおったスタッフ、シーン。下ネタはやっぱそうなるリスクある。静寂。うん。そう、だから M1 回戦もそうやけど、アウェーの下ネタやっぱあかん。あかん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 。その、しかもさ、引くときに力入れなあかんってさ、危ない。エッチとかじゃないやん、もう。危ない。うん、その、まあ、あんま具体的にワード言いたないからあれけど、うん、手でアイブするときの話になっちゃってない。え？引くときに力入れなあかんって、だって。挿入時ってこと？そう。いや、それは聞くのを意識した方がいいと言われてない。気持ちよくなるって言われるけど、言われてる。ラブコスメツイッターアカウントガチ勢しか知らんよ。うーん、そんな世の中であるあるとして流通してない。深いあるある言っちゃってる。深いあるある。しかもそれってなんかあるやん、まず女性は、うん、押し込まれる時よりも引く時の方が気持ちいいみたいな、うん、っていうのがあって、だから男性はそれを意識しようっていう、うんうんうん、深いあるあるの2やん、それってだから、うんうんうん、それになっちゃってた。そう、他のことを言ってるときに、うん、例えで使うんやったら、そう、もっと浅いこと言わなくて。そうやな、そうやな。そう。ほんまやな。そう。その、もう俺がその、知識がもう当たり前になりすぎちゃってんねん。下ネタを考えすぎて、そう。そうなってんねん。そうそうそう。だ、野球好きすぎるやつのむずい野球例えみたいな。うん、この前さ、うん、ライブ出てさ、ああ、お笑いライブ？そうそうそう。先週か。そう。で、その社会人お笑いのライブみたいなの出てて、うんうん、で、俺の前にずっとなんか陽気な太ってるやつが、うん、なんか毎回食べ物のネタをするらしくて好きな食べ物を紹介するネタをピン芸人さんやってる、ピン芸人の人がおって、うんうん、で、俺らの出番の一個前でめっちゃウケててんやんか、うん、で、その時にやってたのが天かすやってんけど、うん、まあその、ずっと好きな食べ物でピンネタやってきて、こいつついに天かすにたどり着いてますみたいな。最後、平場で。ああ、なんか、いじられてて、その他の社会人の。飯の笑いやりすぎて、天かすとかで笑かすようになって。もう天かすいったやん、お前みたいな。飯ちゃうやん、みたいな、うん。なってて、で、なんか、俺らがその後の平場回ってきて、なんか、でも俺らは、なんかもう、下ネタやりすぎて、いろんなエッチかける丸々をやって、うん、エッチ部とかいろいろやった結果、うん、今はもう女の下ネタにたどり着きましたみたいな、うんうんうん、言ったら、じゃあ次天かすでやればええやんって言われて、うん、で、いや、そんなん、うん、衣面積少ないとかぐらいしかないでしょって言って、うん、そのどういうこと、もう下ネタやりすぎて、うん、天かすかけるエッチがもう秒で思いつくようになって、だからもうエッチのこと考えすぎて、うん、そうやと思う、すぐ出ちゃうようになってる。あかんわ、うん、あかんよ。いいけどあかん、キュッキュッて、うん、キュッキュッて締めないと。そう、そのこれをな、うん、蛇口がもうガバガバになっちゃう、うん、ガバガバになっちゃってるから、だからゲラ聞いてほしいですね、うん、ガバガバって、あねえエッチやわー。童貞なだけ、童貞なだけ。お前発展させれてないから。アンさん、エッチやわー。発展させな。